言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、もりもりです。今回なんですけど、なんかちょっといつもと違いませんか？僕がね、セナになりました。まあこれどういうことかというとね、まあ最近セナがね、少し他のことでちょっと忙しいので動画あんまり撮れてないので、僕のねフォトショーの動画多かったんで、まあたまにはセナを見てほしいなということで、まあ、僕がもうセナになってしまったということです。はい、ということで、まあ冗談置いといて本題入っていきましょう。今回はですね、敷地データを自動で取ってくる方法を紹介したいなと思います。2D も 3D もいけちゃう、すんごい便利なサイトなんで、敷地で困ってる方は一瞬で解決するかなと思うので、それでは早速やっていきましょう。後で怒られます。このCADマッパー一番上のデータですね、これを押してあげるとこういう画面になりますね。で、まあ、ちょっと見ていくと、まあ、こんな感じでやってます。で、まあ、ここにちょっと書いてるんですけど、フリーで使えるのは1平方キロメートルの範囲内ですね。で、まあ、その分であれば自由に使えたり、自由にダウンロードできます。で、また使えるのオートキャドとスケッチアップで、ライノセラス、イラストレーターとかにデータ持っていくことができるって感じです。結構ね、まあ、4つもあるし十分かなと思うんですけど、まあ、こんな感じですね。こういう、まあ、平面で切り取ったやつ、まあ、こんなんで 3D やとこうなるよっていう、まあ、こんな感じでねあって、まあ他に世界のやつとか、パリスとかコペンハーゲン、香港、ロンドンとかあったりしてます。まあ、こんな感じで書いてて、でも早速ねやっていきたいんですけど、敷地を手に入れる際はここをクリックですね。はい、でクリックした先飛んでいくと、初めての方はこのサインアップをしてくれと、まあ、無料で作れるんで、まあ、メールアドレスとパスワードだけ決めてサインアップをしてください。はい、ということでやってきました。サインアップするとこんな感じの画面になると思います。でここからは、クリエイトマップ、まあ、ここですね、セレクトユアデザインプログラムっていうのと、まあ、インクルード、ロードジオメトリーとかっていろいろあるんですけど、まずは、自分の取ってきたい敷地を選びましょう。この検索のところで敷地、好きな場所ですね、取ることができます。で、まあ、例えばじゃあ大阪にしましょうか。大阪駅やったら大阪駅と調べてあげて、駅ですね。で大阪駅、まあここ一番最初に出てきたのこれにしてあげたら、ちょうどこれですね、大阪駅のところですね、これ。これが駅でっていう感じですね。で、まあこの一帯じゃあ取ってあげようとってなって、次、この状態で大丈夫ですね。で、範囲がここに書いてます。じゃあ次は、どのプログラムで取り入れるかっていうのを選びましょう。オートキャドなのか、スケッチアップなのか、イラストレーター、ライノなのか、他の DXF ファイルなのかっていうので、まあ、3D で取ってくるので、まあ、今回僕ライノ持ってるのでライノにします。次インクルード、ここですね、 3D ビルディングって書いてて、 3D で欲しい人はここにチェックを入れましょう。で下はもし 3D のデータの高さがない場合は自分で入れるっていう感じになってます。まあ、一旦、あると信じてやっていきますね。で次こっちですね、トポグラフィーかな。こっちは地形のことで、地形の、まあ、等高線、高さが分かるような、のもいるのかどうかっていうので、まあ、これも欲しいので今回チェック入れますね。で次いきます。で次はロード、道ですね。でここはもうアウトラインとか他にもあるんですけど、もう特に触らずアウトラインでいきます。でこんな感じで、じゃあもうね早速、クリエイトファイル、このファイルをね作っていきたいと思います。で押してあげたらこんな感じでね、映ってきました。今ちょっと読み込み中ですね。でここ書いてますね、マップに大阪ジャパンで、ファイルタイプがライノ5の 3DM で、エリアがこんだけって感じですね。で、右がこれプレビューがあって 3D でアクソメのビューですね。お、こんな感じで結構分かりやすいですね。2D ビューもあって、 2D やったらこうですね。でこっちもあったらこういう地形になってて、あやっぱここが盛り上がってる、こっちもですねなってるんやとか、でちょっとこっちは下がってるんかとかね、そういうのがここで見ることができます。でもうこれで OK やなと思ったらダウンロードを押していくと。でもし違ったなと思えばちょっと戻って調節してあげたらいいと思います。でも早速ダウンロードしていきますね。はい、ということでダウンロードしたデータをライノで開いてみました。まあ、こんな感じでね、まあ、ライノセラス使ってる人は分かると思うんですけど、まあ、4画面でこんな感じでできます。まあ、今回 3D でちょっと見ていくので、こちらですね、パースペクティブの方でやっていきますね。でこうなってますね。すごくないですかこれ。がっつり高さとかもしっかりね作られていて、かなり精密に作られてるんじゃないかなと思います。こう裏側はこんなですね、まあ、すごい本当に。なんでこうやってね一瞬でもう敷地取ることができるんで、ちょっと作るのめんどくさいなとか、もう急いでるときはもうこれだけで余裕ですぐ敷地できちゃいますね。でまあしかもね、
まあ、これ全部でやってないんでちょっと分かんないですけど、まあ、レイヤーも分かれてて、あの、こうですね、ビルディングとレールウェイとパーク、レボート、アウトライン、でトポグラフィーっていう感じで分かれてて、まあ、これ消してあげたらね、それぞれ多分分離、別々になっていくんで、こんな感じですね。まあ、例えば地形いらんかったなと思ったらね、レイヤーの非表示ね、してあげたりとか、まあ、そんなんで自由にできるので、まあ、これも結構いいかなと。で、例えばね、さっきの 2D やったら、まあ、こんな感じで見ることもできるんかなっていうので、まあ、かなり便利なサイトやなと思います。まあ、ただね、すべての情報を手に入れることができるかっていうと多分そうじゃないので、まあ、そういった際は、まあ、自分でね、作ってあげたりとかしてあげたらいいかなと思いますね。まあ、こんな感じで、まあ、自動でね、あの作ってくれるので、まあ、時短にもなって、すぐにね、こういう情報を手に入れたいときっていうのは使いやすいかなと思うので、まあ、よかったら使ってみてください。はい、もらってきました。まあ、どうでしたかね？結構便利かなと思います。まあ、いろんなサイトにも対応してたし、まあ、2D も 3D も使えるということで、まあ、敷地で困った人とか、まあ、すぐに敷地情報が手に入れたいという方は、あれを使ってみてもいいかなと思います。まあ、ただね、ちょっとね、全部のデータがない場合とか、高さのね、情報がないとかっていう時もあると思うので、まあ、その点はね、もうちょっとないときは仕方ないんですけど、まあ、意外と使えると思います。でまあね、今回ねこういうまあセナの格好をしてみたいなやってみたんですけど今回ねまあ僕がセナに切ってやってみたんですけど、まあねもうちょっとしたら多分セナの動画も、まあ、セナと僕と2人でやるとかで他の動画もどんどん上げていくので、まあ、これからもどんどん応援よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。